声楽家伴奏者育成コーチコレペティトールの香川です。前回は4幕のバルバリーナのカバティーナの後のレチタピーボーのお話をしました。でここでフィガロはね、もう裏切られたと思って復讐だって言って飛び出してっちゃうんですよね。で一人残されたマルチェリーナのレチタピーボーです。プレスタベルスポザンナ、早くスザンナに伝えなければ、彼女は潔白だと私は信じたわ。あの様子だし絶対そんなことはない。私は身勝手な男たちから哀れな女性を守るつもりなのよ。